DFB ポカール2015から2016は2015年8月7日から2016年5月21日の期間に開催された通算64回目 DFB ポカールである。バイエル・ミュンヘンが2大会ぶり18回目の優勝を果たした以下の64クラブが参加する。組み合わせ抽選会は2015年6月10日に行われた。 チーム名横の括弧内の数字は2015から16、シーズンの所属ディビジョンを表す。試合時間はいずれも現地時間。それ以外はセット。トゥスエルンテブリュック VSV ダルムシュタット98、BFC ディナモ VFSV フランクフルト SV、エルフエアスベルク VFC アウクスブルク FC、ビクトリア・ケルン V1、FC ユニオン、ベルリン SV、 メッペン V1、FC ケルンハレシャー FCV アイントラハト、ブラウンシュバイクシュトットガルトキッカーズ VVFL、ボルフスブルクシュポルトフロインデ、ロッテ VYL レバークーゼン MSV デュースブルク V、シャルケレイヨンビュルツブルガー、キッカーズ V ベルダーブレーメン FC、エルツゲビルゲアウエ VSPVGG グロイターフュールト、ブレーマー SVV アイントラハト、フランクフルト TSV1860、 ミュンヘン VTSG1899 ホフェンハイム SSV ロイトリンゲン V カールスルー SC ホルシュタインキール VVFB シュトゥットガルト FC カールツァイスイエナ V ハンブルガー SV バーリンガー SCVSV ザントハウゼン HSV バルムベックルーレンホルスト VSC フライブルク FSV ザルムロール VVFL ボーフムケムニッツ FCV ボルシアドルトムント VFB リューベック VSC パーダーボール、N、07ロートバイス S1000V ホルトナデュッセルドルフ FK ピルマゼンス V1 FC ハイデンハイム SPVGG ウンターハーヒンク VFC インゴルシュタットレイオン FC ネッティングエン V バイエルンミュンヘンハンザロストック V1 FC カイザースラウテルン KSV ヘッセンカッセル V ハノーファー96 エネルギー・コットブス v ・ V1、FSV ・マインツ・レイゴ・アルミニア・ビー・レフェルト・ V ・ヘルタ、ベルリン・ VFL ・オスナブリック・ VRB、ライプツィヒ・ VFR ・アレン・ V1、FC ・ニュルンベルク・ FC ・ザンクト・パウリ・ V ・ボルシア、メンヒ・エングラート・バッハ組み合わせ抽選会は2015年8月14日に行われた。FC ・エルツゲ・ビルゲ・アウェ・ V ・アイントラハト、 フランクフルト FSV フランクフルト V ヘルタベルリン1 FSV マインツレーゴ VTSV 1860ミュンヘン1 FC ニュルンベルク V フォルトナデュッセルドルフ SPVGG ウンターハヒンク v r b ライプツィヒ SV ダルムシュタット 98V ハノーファー96 VFL ポーフム V1 FC カイザースラウテルン VFL ボルフスブルク VYL ミュンヘン FC ビクトリア・ケルン・ V バイエル・レバー・クーゼン・ SV ザントハウゼン・ V1 FC ハイデンハイム・ボルシア・ドルトムント・ VSC パーダー・ボルン・ーイ・ナ SC フライブルク・ VFC アウクスブルク・ FC カール・ツァイ・スエーナ・ VVFB シュトット・ガルト・ SS V ロイトリン・ゲン・ V アイントラハト・ブラウン・シュバイク・シャルケ・レイ・ヨン V ボルシア・メン・ヒ・エングラー・ト・バッハ・ベルダー・ブレーメン・ V1 FC ・ケルン・クミアワ会は、 2015年11月1日に行われた。SPVGG ウンターハヒンク、V バイエルレバークゼンボルシアメンヒエングラートバッハ、V ベルダーブレーメン FC、エルツゲビルゲアウェ v イ FC ハイデンハイムバイエルンミュンヘン VSV、ダルムシュタット98-1 FC ニュルンベルク V ヘルタベルリン VFB シュトガルト V。 アイントラハトブラウンシュバイク FC、アウクスブルク V ボルシアドルトムント TSV1860、ミュンヘン VVFL ー風ム組み合わせ抽選会は2015年12月16日に行われた。バイエルレバー空前 V ベルダーブレーメン VFB、シュトットガルト V ボルシアドルトムント1、FC ハイデンハイム V ヘルタベルリン VFL ー風ム、 V. バイエルン・ミュンヘン準決勝の組み合わせ抽選会は2016年2月10日に行われた。バイエルン・ミュンヘン V. ベルダー・ブレーメン・ヘルタ、ベルリン V. ボルシア・ドルトムントバイエルン・ミュンヘン V. ボルシア・ドルトムント最終結果、ハット ABC ・バイエルン、ニーダー・ザクセン、ベスト・ファーレンの3地域は2クラブに出場権が与えられる。この試合はエルンテブリュックにあるトゥス・エルンテブリュックの ホームスタジアムのプルファーバルトスタディオンではなく、ジーゲンにあるライムバッハスタディオンで行われた。この試合は、ブレーメンで行われたが、ブレーマー SV のホームスタジアムのスタディオンアム、パンツェンベルクではなく、シュポルトパルクアムフィンレンベクで行われた。この試合は、レンヒンゲンにある FC ネッティンゲンのホームスタジアムのパノラマスタディオンではなく、カールスルーエにあるビルトパルクスタディオンで行われた。 この試合は71分過ぎに観客の投げたライターが主審に直撃したためその後試合が中止となったその後 DFB スポーツ裁判所は0から2でライプツヒの勝利とする裁定を下した公式サイトありがとうございます